はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は仮面ライダーギーツ。はい、リボルチェンジフィギュアシリーズのね、1なんでしょうか。はい、マグナムブーストセットいきたいと思います。で、こちらの前がね、まあ、前作はリバイスだったんですけど、リバイスの方はね、こちらの、はい、リバイス、ミックスフィギュアシリーズ。まあ、こちらも買ってはいるんですけどね、未だに開けてなかったりするんでね、こちらもね、ちょっといずれいきたいと思います。うん、このね、ボーイズトイシリーズの、まあ、各ギミックが備わったやつっていうのはね、まあ、毎年、最初のね、1号ライダーだけはもう絶対に買ってるんで、まあ、その後はね、気に入ったやつは、つまんでる感じなんですけども。はい、いずれやっていきます。で、今回のね、フィギュアの特徴はやっぱり劇中でもそうなんですけども、まあ、くるっとひっくり返って、変形するっていうやつ。第1話でも衝撃的だったんですけども、それが再現できるっていう。あ、これね。そう。くるっと回ってこれになる。そう。中の変身者の骨格どうなってんのっていう突っ込みはさておき。ちょっとね、玩具としてのね、ギミックが非常に楽しみなんで見ていきたいなと思います。はい、インナーはね、このようになってて、まあ、上半身が2つ入ってるんですよね。で、あとは、マスクと武器。で、これがマフラーです。この状態で入ってるから、まずはね、どっちかを変形させないと、いけないですよね。てなわけでちょっとね、見ていきましょうか。こういう風に入ってるのって面白い。上半身にもなる、下半身にもなるっていう、まあ、そんな感じのフィギュアなんですけど、マグナム、ブースト、まあ、このような感じになってます。てなわけでね、まずはね、こちらの方を見ていきましょうか。まあ、取説はね、入ってないんですけども、ウェブで見てくださいってやつなんですが、まあ、下半身はこんな感じになります。で、これね、まあ、昨日、一昨日かな、そう、クリスマスおもちゃ見本市でもね、軽く触れさせてはいただいたんですけども、意外とね、なんか面白かったし、そのギミックがね、意外と凝ってる。上半身にもなる、下半身にもなるだから、なかなかにして面白い。で、これね、まあ、ちょっと後で分からなかったら取説見るんだけど、こうかな。全身40箇所動くっていうからね、すごいよね。で、この丸が正面を向いて、で、こうか。で、こう。ちょうどこのマフラーが側面に来る形で、これがね、こういう表現したのかっていうのが、まあ、拳であり、つま先でありっていう。はい。こんな感じで、これで下半身の完成かな。意外とこれね、最初初見はおとか思ったんだけど、こういう感じで、どっちにね来てもいいように頭はこういう感じなのね。これが下半身。はい、そしてこちらが上半身の、マグナム。そう、マグナムのね、リボルバー部分がちょうどこのね、胸のデザインにも反映されてて、これはいいかなといった感じ。で、まあ、ダブルとかビルドとかね、まあ、2個くっついて1体になるっていう、そういう仕組みなんですけど、今回は上下の合体。あと、あれか、OCC だとオーズか。オーズが、上中下の合体なんだよね。てなわけでいきましょうか。ここで、合わせる。正面から見ると、このような合体。これ面白い形だな。で、この2つをくっつける。はい、パチンと止めて、こうですね。あ、で、これ止める前にね、ここの、2箇所、1、2、1、2、そう、この2箇所を、ここの溝にはめ込むんだよね。で、はめ込むことによって、ちゃんとした位置になって、頭部は、こうくると。あ、なんか、いい。すごくいい。そして、マスクをセット。おー、かっこいい。これ、パチっていく？あ、ちょっとなんか、ぐにゅっていう感じだけど、まあ、止まるは止まるね。で、忘れちゃいけないのが、マフラーパーツ。で、マフラーは、あ、ここかな。ほい。あ、ちょうどこの首の裏に止まってるようには見える。これで、マグナムブーストフォーム。はい、そして、マグナムシューター 40X。ハンドガンモード、ライフルモードの変形が可能。あとはね、劇中でもね、ここ出てましたよね。これがね、再現できる。はい。まあ、両腕で射撃してたっていうね。これができるっていうのが嬉しい。いや、このね、おもちゃおもちゃしてるね、造形がやっぱり好き。で、これでライフルモードにできるっていうの
けど、やっぱりあちこち動くっていうので肩をねちょっと上にしてみたりとか、こういうね細かいところがね動かせるっていうのが好きで、このね頭部、はい、これがねすごくね気になるなっていう場合はこれ外しちゃえばいい。そう、外しちゃえばね、でかいのがなくなる。まあ、あとねギミック的にねこういった、はい、わけのわからないことで、これってやっぱりね両方とも上半身になって両方とも下半身になるってことは、意外とねオリジナル形態のなんかキメラっぽいのがねできるっていう、まあ、そういう楽しみもあります。まあそれらはちょっとね別のね動画でアップすると思いますけども、はい、ではね続いてはこの逆方向に変形いきたいと思います。差し替えなし、あ、このままでできるのかな。はい、とりあえずこの状態で、マスクを外して、であとこれか、マフラー、はい、外してこれですね取りましょう。この状態、うん、この状態から変形いけるっていうのはいいね。そう、変身者の骨格はマジでどうなってんのって感じだけど、こうくるっとなってこっから、はい、いきます。で、足でこれがねそのままねこの広げる、そう、この動きがいいね。よく考えたなこれっていう感じはします。で開いた後は太ももの横のパーツが胸になるので、この部分を回転、はい、でここで上に戻すと。でこのね膝のところからが、腕になるので、腕とこれが肩か、そう、こうきます。はい、でマフラーが、横向き、うん、で、このつま先部分が拳、うん、ちょうどねこれ親指で拳を握ってる感じになる、うん、これちょっとね無理やりだけどいい感じで収まってんだよね、まあ、拳とそのつま先、はい、でここを合わせて、で先ほどと同じように、突起が、うん、あるので、ちょうどここの溝に合わせて止める、パチンと止まるので、あとはこの頭部を収納で、続いて足いきましょうか。足に至ってはここを一度分割させて、この部分がね両サイドに行くように、お、取れた。これボールジョイントになってるから外れやすいは外れやすい。で反対側も横に向ける。そしてこの肩幅を前に、はい、でこの出てる銃口をしまって、つま先ね、はい、折り曲げる。これで足の完成。あ、いいね、はい、でこの状態で、マスクパーツこれをセット。ただこれね、まあ、一応今そう 2つあるんですけども、1個がねちゃんと止まって1個は止まらない感じだから、これ個体差なのかな、もともとなんか止まらないのがデフォなのかな。こっちがなんか収まりいいんだよね、こっちの方がなんかスカスカなんだよね。はい、まあそんな感じでセット完了です。はい、マグナムブーストフォーム、そしてブーストマグナムフォームの完成です。まあ、両方並べるとねこういったイメージ、上半身下半身ひっくり返ってこうなるっていうのはねなかなかにして面白い。これ意外といいんじゃないかな、うん、このシリーズ好き。ただまあ今後出てくるライダーがね全部こうなるかっていうのはまたね、うん、別なんですけども、とりあえずねそのおもちゃ見本市で見たあのバイク、あれがねやっぱすごい気になるね、うん、このギミックはね面白い。そう、まあ昨年とねちょっと比較するのもあれなんですけど、昨年はね個人的にこのなんだろう、まあ基本のフォームは勝ったんですけど、この組体操システムっていうのはね個人的にちょっと全然刺さらなくて、うん、他のは全く買わなかったんですけども、やっぱこういったねなんだろうね、ボーイズトイで変形、あのファイナルフォームライドシリーズもそうなんですけども、このシリーズは好き。そう、RKF とかね、まあ普通のアクションフィギュアっていうのもね、まあ今までシリーズとして出てて、まあ今後はどうなるかわかんないんですけど、まあその一つのね、その人型のフィギュアで変形機構が備わってるっていうのがめちゃくちゃやっぱね、ツボでございます。はい。だからこれね、だから変形させると、だからこうでしょ？マスクを取って、マフラー外して、
こを取りましょう。こうなるわけですよ。はい。そして、こっち、こっちをこの動き回転させて、これを胸にするっていうね、これいいね。こうなってこれを伸ばすと、あ、落ちちゃった。うん、拳で、こっちも拳にして、まあ、胸パーツをしっかりと、はい、くっつけた上で、でこれはこれで分割するんですよね。はい、分割してこう止まると、あ、こっち合ってない、お、パチッときた。うん、これで止まると。でマスクをセット、でマスクをセット。そう、こうすることによって、この上半身上半身のわけのわからないフォームができると。なんだろうねFF10 でいう召喚獣のアニマみたいな感じなのかなただこれ腰回転はこの状態ではねないからね、まあ、厳密な同じような格好はできないけど、こういうわけのわからない遊び方とか、まあ、いろいろキメラとかできるんで、ちょっと別でやっていこうかなみたいな感じです。うん、全然非公式な遊び方ですけど、こういうわけのわかんないのがすごく好き。そう、だからこれほんとね、なんかいじり方によってはすごく面白い。上半身が下半身になるっていうのがいいよね。うん、でこれでしっかりとやっぱりつなげてる。うん、左右でガシッとつなげて、ここでパチッと止めてつながるっていう、こういう感じです。だからまあこう来ると、これは足とするならば、ここで分割して、ここごと回転。はい、うん、これもなんかね、めちゃくちゃ柔らかいわけではなくて、ある程度硬さがね最初からあるので良きです。これで下半身の完成で、ここでパチッとで畳んで、フラーパーツをセットして、マスクパーツをセット、これで完成です。はい、そんなわけでね、今回の動画は以上となりますけれども、いや、このね、やっぱり人型フィギュアからの変形機構っていうのは、個人的にはもう思いっきりぶっ刺さる部分なので、すごく嬉しいです。ただね、これパッケージの裏を見ると、そう、あの、エントリーフォーム、これを作るには、はい、このね、ブーストライカーエントリーセットがないとダメ。うん。でも、これがあると、まあ、下半身上半身の、まあ、変形があるんでしょうけど、エントリーレイズフォーム、うん、顔だけ技術で上半身下半身この真っ黒っていうアーマーがついてないの作るにはって考えるとどうなるんだろうね。うん、まあ、バイク2個買いか、あとは他のライダー買えばいいのかな。ただね、まあ、全身真っ黒のエントリーレイズってそこまで劇中で重要かどうかにも関わってくるんで、まあそれ次第ですよね、どうするのかは。うん、そこら辺はまあ見守っていきたいです。いや、ただほんとこれ遊んでて面白いよ。うん、こういう細かいね、可動が1個あるだけでも全然ね、もう嬉しいし腕だけ動くっていうね。で、あとこのね、銃口なんかも、そう、片方だけじゃなくてね、両方なんだよね。そう、だからこれをちょっとこれこれやると、おい、はい、うん、こういうふうに両方出るので、これはね、ちっちゃいギミックだけど、これはね、すごく嬉しいポイントではあります。そう、だからね、劇中ではこうやってね、片方出してたりしたんだけど、まあ極端な話、銃持ってなくてもね、両腕でそのまま撃てちゃったりするのかなといったところです。まあちなみにね、大きさなんですけれども、はい、01、これアーツなんですけど、アーツと比べるとこういった感じです。でね、RKF と比べるとこういうイメージだからね、アーツとね、そんなに、ね、身長は大差ないんですよね。まあちなみにね、まあ食玩フィギュアと立ててみると、まあこういった感じかな。うん、そう、なので結構ね、好きこのアーマーのゴテゴテっていうのはやっぱりね、すごく好きなポイントなんで、いや、このフィギュアはね、面白い。で、まあ正直ね、個人的にあのポロリをね、結構心配してたんだけどね、まあ多少あの取り外しできるこの、なんだろう、マスクパーツだったり、まあ、ここのマフラーパーツっていうのはまあしょうがないとしても、うん、あの、なんだろう、手足がポロポロ取れるっていうね、まあ心配してた部分はないので良かったです。ただね、まあ一個だけもうちょいなんとかしてほしかったなっていうのは、このなんだろう、頭部、このね、メットパーツが1個がちゃんと止まる、1個が止まらないみたいな感じだから、完全ね、個体差だと思うんですけど、もうちょいね、なんかしっかりとフィットするような、うん、なんか凹凸つけて止まってくれるみたいな感じにしてくれると良かったかなみたいな、うん、そんな感じです。それでは以上、
トヤッピーでした。ご視聴ありがとうございました。まあ、別の動画でね、ちょっといろんな遊び方またね、やってみたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。